美術メジャーで、西洋美術を教えております伊藤亜紀と申します。私は西洋美術、その中でも主にキリスト教美術、それから世俗の美術、それから異教の美術というのを、の読み方ですねを教えています。ただの見るだけじゃなくて、味わう、中にどういう物語が書かれているかというのを見ています。で、私自身は特にその14、15世紀のフランス、もしくはイタリアの写本のその読み方ですとか、その物語がどういうふうに描かれているか、あるいは服飾のその象徴性というのに一番興味を持っています。メジャーの魅力ですね。人間を豊かにするというのが一言で言えばそうなりますね。知的な喜びを味わえるということです。人はパン飲みにて行くにあらずと言いますから。そうですね、やはりその、美術館に行く、これが第一だと思います。本物に接する、それから画集を見る、あるいは結構その美術のいいテレビ番組ありますから、それのを見ていただくのもいいですけれども、さらにその描かれたその物語がどういうものか、例えばその聖書ですとか神話などもの知識も入れておいた方がよろしいかと思います。そうですね、まずこの学問が必要なのは、とにかく最終的に研究者になるとか教員になるとか、あるいは美術館の学芸員になる人が学ぶのがよろしいかと思うんですが、向いている人はですね、自分に厳しい人だと思います、一言で言えば。というのはたくさんの知識を入れる必要がある、つまり美術作品を見るだけじゃなくて、その背景にあるもの、つまり文学ですとか歴史ですとか音楽、さまざまな学問分野と関わってきますので、そういう周辺の知識や基礎知識を入れるっていうことに熱心な人にぜひ来ていただきたいと思います。学問をするのはこの大学の4年間で終わってしまうという方が多いと思いますので、その4年間で苦労を味わいたいという人はぜひこちらにいらしてください。後悔はさせません。